ありがとうございます。特急大阪梅田行きです。停車駅は長岡天神、高槻市、茨城市、淡路、十三です。大阪梅田終点には11時34分に到着します。次は長岡天神、長岡天神です。長岡天神の次は高槻市に停まります。本日は土曜休日ダイヤのため女性専用車両は設定していません。ご了承ください。お客様にお願いします。持ち主不明の荷物や危険物がありましたら触らずに乗務員または駅係員までお知らせください。次は高槻市に停まります。西山天王山方面各駅には次の準急にお乗り換えください。出口は左側です。